皆さんこんにちは。今日は新しいコスメを使ってテンションを上げるためのメイクをしてみました。はい、こんな感じのメイクです。最近はどんより天気が続いていて、すごく気分も下がっていて、やる気が出てなかったんですよ。これはいかんと思って、テンションを上げるためにちょっと今日はね、濃いめのメイクをしてみました。まあ、濃いめと言ってもスモーキーみたいな感じではないんですけど、いつもよりちょっと濃いめにメイクをしたりとか、好きな感じのコスメを使ってメイクをしてみました。で、本当にテンションが上がったので大成功です。すごいね、好きな感じの仕上がりになりました。ほぼ新しいコスメを使っているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それではスタート。はい、ではメイクを始めていきます。で、今日はカラコンをしてます。 N ズコレクションのサイダーですね。お気に入りのカラーです。なんかカラコンつけるの久しぶりな気がする。まずはこちら使っていきます。ポニーエフェクトのプライムプロテクトサンベース、こちらを使っていきます。こんな感じですね。これを全体につけます。で、すごいね、いい香りがするんですよ。なんか高級感のある感じ。すごい滑らかで、なんか保湿クリームみたいな感覚で伸ばせますね。で、保湿もしっかりしてくれるから乾燥しにくい感じですね、これは。今日はしっかりメイクをしていこうかなと思います。もう本当に最近ね、急に寒くなったり雨が続いたりして、天気もねずっと暗かったから、本当になんかやる気出なくてテンションも上がらなかったので、ちょっと今日はがっつり、メイクをしてテンションを上げていきたいと思います。はい、こんな感じの仕上がりですね。で、しっとりはするんですけど、ベタつかないし全然重くないですね。本当にクリームっていう感じです。そしたらファンデーションもポニーエフェクトを使っていきます。カバーステイクッションファンデーション EX の002番ナチュラルアイボリー、こちらを使っていきます。で、ちょっとね、なんかピーチみたいな香りがしますね。ちょっと甘い感じです。これを顔の真ん中中心にまず1回つけます。ちょっとね、私には少し明るいのかなって思います、このカラーは。なので先に真ん中あたりにつけて、それをね伸ばしていきます。もうわかると思うんだけど、すごいねカバー力が高いんですよ。しっかりカバーしてくれます。すごい綺麗になりますよね。なんかツヤもあるけど、しっかりフィットしてくれて、ピタッとくっついてくれますね。で、これね、30時間キープされるって書いてあります。だからね、持ちもいいと思いますね。はい、こんな感じです。めっちゃ綺麗じゃないですか。で、自然なツヤもあるんだけど、なんかベタついてないんですよ。意外とサラサラなんですよね。つるんとしててサラサラにしてくれます。めっちゃすごいですね、これ。全然重くないからいい感じです。だけど一応パウダーもね塗っておきます。今日は MAC のパウダーです。このクッションファンデで崩れにくくはなってると思うんですけど、パウダーでしっかり押さえておきます。で、気づいたと思うんですけど、ネイルを全部外しました。もうめっちゃショック。前回のオタ活の動画で、途中でね、薬指が、ネイルが取れてたと思うんですけど、そう、なんか三脚かなんかにこうガンってぶつかっちゃって、ネイルがね、吹っ飛んだんですよ。まあ、一本だからくっつけようかなと思ってたんですけど、その後ね、何個もポロポロ落ちてきちゃったから、もう全部外しました。爪もね、すごい伸びてきてたし、そう、爪が薄いから、伸びてくると、ここの親指のね、ところが切れちゃうんですよ。爪がこう伸びて刺さる感じで切れちゃうんですよね。で、今パックリ割れてるからめっちゃ痛い。地味に痛い、こういう指先って。でも、ネイルがすっごい気に入ってたから、また同じネイルをしようかなと思って、あれね、なんか割れながらうまくいってすごい気に入ってるんですよ。まあ、あんな感じで似たようなネイルをもう一回しようかな。ちょっと秋っぽさも入れつつ、まあ、あれもでも結構秋っぽい感じしますよね。はい、こんな感じで
パウダーを塗っておきました。でもやっぱりパウダー塗った方がしっかりフィットしてる感じはありますね。うん、いい感じです。で、そしたら眉毛はこちらです。インテグレートを使っていきます。これもね、めっちゃ描きやすいんですよ。こっちがね、パウダーになってるので細かいところを足すのにすごくいいですね。これでナチュラルに描いていきます。で、ちょっと足りないなと思うところをパウダーでささっと埋めていきます。あんまり色が濃くないからダブル使いしてもそんなになんか強くならないんですよね。これすごくね、描きやすくて気に入ってます。で、眉マスカラもインテグレートを使います。そしたら今日はなんかコスメはいろいろ買ってたんですけど、メイク動画をあんまり撮ってなかったからちょっと溜まっていて、少し前に買ったこちらを使っていこうと思います。そう、これ買ってから使ってなかったんですよ。カジャのビューティー弁当02番オレンジブロッサム。このね、弁当っていうのはね、日本のお弁当のことだと思います。これ海外コスメでセフォラに売ってるブランドです。これね、ずっと気になってはいたんですけど使ったことなくて、で、私がたまたまプラザに行った時に日本で先行発売をしていたので買ってみました。で、これはセフォラとミミボックスっていう韓国コスメブランドと共同開発したブランドらしいです。で、本当にこの弁当は日本からね、インスピレーションを受けてるみたいですね。で、私が選んだこの02番っていうのが全部ラメのカラーで、こんな感じの明るいカラーとゴールドカラーとブラウンカラーが入ってます。こんな感じになってるの可愛いですよね。面白い。まずね、手に出していきたいと思います。はい、こんな感じです。めっちゃ綺麗ですよね。ラメがすっごいキラキラなんですよ。で、薄いピンク系とオレンジカラーにゴールドのラメがたっぷり入ってるような感じで、ブラウンにゴールドラメがたっぷり入ってます。で、ここは薄めのピンクなんですけど、ゴールドラメも入ってるような感じで、全体的にゴールドっていう感じですね。すっごい可愛い。これをね、今日はちょっとたっぷり使いたいと思います。で、これはちょっとラメだけで締め色とかもないので、フーダも持ってきました。で、フーダはこんな感じなんですけど、こっちのね、カーキを使っていこうと思います。こんな感じの色合いですね。じゃあまずはこちらのマットブラウンを使っていきます。で、フーダも新しいの出たじゃないですか。動物の名前のね、アイシャドウパレットなんですけど、それもめっちゃ可愛くって、なんだっけ、ジャガーだったかな、それがすごい気になってます。だけど今海外コスメを買う機会がないので、ちょっと保留にしてるんですよ。買う時があったら一緒に買うかもしれないじゃあまずは二重幅の目頭側と目尻側にのせていきます。はい、こんな感じですね。真ん中をちょっと開けてます。で、そしたらこのオレンジゴールドを開けた真ん中のところにのせていきます。あ、めっちゃいい感じ。しっかりね、キラキラしてますね。で、上の方まで伸ばしてるので、開けた時でもすごいキラキラしてます。あ、このラメめっちゃかわいい。いい感じです。で、そしたらね、上の明るいカラーを今度は黒目の下のところにのせていきます。あ、これもかわいいですね。ゴールドラメも入ってるから馴染みがいいですよね。なんかあんまり白浮きした感じはないです。でも今日はもうちょっとがっつりメイクをしたいなと思ってるので、もう一回オレンジゴールドの方を少しだけ重ねます。はい、こんな感じ。もう本当にわかるかなぐらいですねちょっと自分だったらわかるくらい。で、そしたらね、今度ここの一番濃いカラーを目尻側にのせていきます。上にものせていくんですけど、アイラインを引いてからのせようと思います。ということで、まずはビューラーをしていきます。で、アイラインはね、今日はこちらを使っていきます。ラブライナーのクリームフィットペンシルのミディアムブラウン。
こちらは7月にねリニューアルされたペンシルです。このパッケージのものですね。最近これ使ってるんですけど、すごい書きやすいし、にじみにくいので気に入ってますね。で、これでインライン引いて、いつも通り細めに低めに跳ね上げラインを書いて、目尻側のところを引いていきます。はい、こんな感じで弾いてみました。すごい描きやすそうでしょこれね本当に描きやすくてめっちゃ気に入ってる。で、こういう風に柔らかいのに戻せる式なんですよこれ芯をねこううまく調整しやすいので描きやすいです。で、そしたらさっきのアイシャドウに戻って、この濃いブラウンでアイラインの上のところをねぼかしていきます。はい、こんな感じ。え、めっちゃ良くない？かわいい。やっぱ濃いメイクっていいわ。やっぱテンション上がりますね。そしたらマスカラをしていきます。はい、アイメイクはこんな感じです。しっかりキラキラさせて、締め色もね、際にしっかりのせました。少しいつもより濃いめかなと思います。ブロンザーはバントルテを使っていきます。これを両方混ぜて全体にのせます。で、チークはこちらモイラコスメティックスを使っていきます。こんな感じのピンクベージュですね。これね、本当に可愛いんですよ。模様が潰れるのはすごいもったいないんだけど、すっごく気に入ってるので使っちゃいます。で、これを内側から少し高めの位置にのせていきます。こんな感じでちょっといつもと違うところにのせてみました。いや、本当このカラー可愛いな。買って大正解。完全に私の大好きな色ですねで、マットだからすごい肌も綺麗に見えてめちゃくちゃいいんですよ。これね、ほんとゴリ押しめっちゃ気に入ってます。で、ハイライトもモイラを使っていこうと思います。今日はガッツリメイクしたかったのでキラキラにねしていこうと思います。ほんと可愛いですよね、この大きさとキラキラ感、あと模様が。ほんとにモイラ大好き。で、これをいつも通りのせていきます。おー、やっぱね、これはテンション上がるわこのハイライトはね、テンション爆上がりしますよ。はい、こんな感じ。やばくないですか？になるんですよ。ピッカピカキラッキラになりますね。この001番のスイートシャンパンはラメがね結構大粒なので、キラッキラピカピカになります。本当にね、テンション上げたい時におすすめ。やっぱメイクするとテンション上がりますよね。でも本当にね、このどんよりした天気でめっちゃやる気出なかったので、今日は嬉しい今日はやる気出てきたで、リップはこちら、ナーズを使っていきます。まずはね、ちょっと薄めに伸ばしていこうと思います。めっちゃ可愛くないですか、これ。なんかちょっともうイントネーションおかしくなっちゃった。すっごい可愛い色。ピンクベージュっていう感じなんですけど、ちょっと落ち着いた感じで明るすぎないからすごく大人っぽくしてくれますね。でも深すぎない、おしゃれなカラーですね。
いや、めっちゃ可愛い。これすっごい気に入りました。もうほんと普段メイクにすごくいいと思います。で、最後はこちらポニーエフェクトのハイパープロテクションを使っていきます。最近セッティングパウダー使ってなかったんですけど、こんな感じのミストを使っていきます。あ、すごいいい香りする。はい、ということでメイク完成しました。はい、今回は新しいコスメを使ってテンションが上がるようなメイクをしてみました。どうでしょうか。今回ほぼほぼね、新しいコスメを使ったんですけど、もうかなり好きな感じのメイクができました。もう大満足ちゃんとテンションが上がりました本当にね、ここ数日やる気が出なかったので、やっとやる気を出せました。これかなり気に入ってるので、もうぜひ皆さんもやってみてください。で、自分の好きなカラーとか好きな雰囲気のね、メイクをするとやっぱりテンションが上がるので、どうしてもやる気が出ない時はそういうメイクもぜひやってみてください。今日使ったコスメもね、すっごくおすすめです。ということで、今回はこんな感じの動画でした。最後まで見ていただきありがとうございます。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。